沢井博文5月1日隊は、日本の政治家、大阪府松原市長。松原市議会議長、松原市議会議員、松原青年会議所理事長を務めた。大阪府松原市生まれ、大阪府立羽びきの高等学校、説、南大学経営情報学部卒業。高校、大学では、バスケットボール部の首相を務めていた。大学卒業後、 外食チェーン、西洋フードシステムズ勤務を経て、谷畑隆竹本直一両衆議院議員の秘書を務める。1998年、松原市議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。以後3期連続当選。2000年、松原青年会議所に入会し、2009年には、松原青年会議所理事長に就任した。二千七年、松原市議会議長に、 歴代最年少で就任。2009年2月、大阪教育維新を市町村から始める会の立ち上げに参加した。同年5月、松原市議を辞職。自民、公明、民主3党の推薦に加え、13人の松原市議、及び橋本徹大阪府知事の指示も受け、同年5月31日投開票の松原市長選挙に出馬。 共産党推薦で無所属の梅木継承を破り、当選。得票数は、沢井23,066票、梅木18,277票。投票率は、41.98%。大阪府下の市町村長では、倉田哲郎美濃市長に次いで2番目に若い市長で、ある。同年6月17日、市長就任。同年月、 良い国作ろう。日本市民会議の立ち上げに参加し、政治委員に就任。2013年5月19日党開票の松原市長選挙で再選。投票率は34.55%。2017年、自民党、民進党、公明党、大阪維新の会の推薦を得て出馬し、3期目の当選を果たした。2021年、自民党、 公明党、大阪維新の会の推薦を得て出馬し、無投票で4期目の当選を果たした。家族は、妻、長男、長女の4人。ザウの命は、心の技に限りなし。ありがとうございます。